安治ガ浦駅は、茨城県ひたちなか市安治ガ浦町にある、ひたちなか海浜鉄道港線の駅、道線の終着駅である、ひたちなか市東部に位置している。当駅は、安治ガ浦海水浴場、国営ひたち海浜公園、隣の磯崎駅と共に酒列磯前神社の最寄り駅である。当駅から国営ひたち海浜公園までへの延伸計画がある。地上駅で、 島式ホーム一面二線と留置線を有するが、留置線は本線からのポイントが撤去されていて、使用することができない状況にあり、列車は中港駅まで引き返して停泊する。かつては木回し線もあったが、勝田駅方とは逆側のポイントが撤去されていて、こちらも使用不可となっている。以前は駅員が配置されていたが、無人駅である。 国営日立海浜公園の繁忙期には、当駅から公園まで運行される、シャトルバスの対応のため係員が配置されることがある。かつて校内の側線には廃車体が置かれ、夏の海水浴客の臨時行為室として使われて、いたが、老朽化が著しく2009年3月に撤去された。その後、ホームに面した駅舎側の線路に廃車となった、 キハ222企画2 0 0 5の2両を留置しており、イベント時に車内を公開したこともある。2010年10月から改修工事が行われ、ホームの傘上げとスロープ設置によるバリアフリー化がなされ、同年12月より使用が開始された。現在使われていない部分も含めると、長さそのものは7両分あり、かつて上野駅から臨時急行、味が浦号が運行されていた名残である。 2021年には、吉野浜学園駅開業に合わせた改修として、ホームに転落防止策及び、上屋が設置された。また、今後の国営日立海浜公園方面への延伸に、合わせ、当駅への交換施設整備が検討されている。駅舎内には、自動券売機が設置され、港線片道券、港線往復券、港線回数券、 港線フリー乗車券 JR 東日本への連絡券が購入可能である。また、前述の係員配置時は臨時販売が行われ、その際には貢献の取り扱いがされることもある。2021年6月19日、三鉄物語実行委員会がクラウドファンディングにより、駅構内に保存されている1962年製造の機動車、 キハ222をご神体として、日立中な運鉄道神社を建立した。機動車、キハ222が44年間無事故だったことから、交通安全や長寿をご利益としている。鳥居は、鉄道の線路を利用している。海水浴客向けの民宿や旅館が数件存在する。ありがとうございます。